はいどうもこんにちはでございます。こちらは大学院の授業をするコーナーでございまして、ただね、今、裏方では大変なことになってるじゃないですかね。<laughs> えっとあ、東北大学では Google クラスルームを利用して、受講者の皆さんとの接点を持ってるんですけど、えー、今、そのクラスルームに接続できていなかったらしいんですよね。 あら僕ずっと受講者ゼロだと思ってた。<laughs> いやまあ、だからといってあの何もしないのももったいないと思って一応授業の準備はしてますしやるつもりではいるんですけれどもあのそれでちゃんと履修登録の方の、ね、なんか原本データみたいなのを見るとちゃんと履修者は当然いるんですよね。でなんかティーチングアシスタントの方に聞いたらクラスルームになんかログインができないみたいなそのクラスコードで登録するみたいですけれどもそれはできないって状況になってるらしくって。うん ででですすととっていいうことでなんか不具合があるみたいですねで一応僕ができる範囲の調べをしたんだろうけど、そのなんかそのクラスコードの天気ミスがあるかないかとかね、そういうところはしたんですけど、ちょっと原因がわからないので、今、業務係の人たちが、えっと、多分ぶん、えーまあ、お昼休みだと思うてで、お昼休みが終わった後に、あのなんとかしてくれるでしょうということでですね、えー、完全にあの YouTube で、えー、授業を ただ本当にするっていうなのであの、いつもだったら受講のお願いっつってねあの、出してるやつあるわけですけれども、それが、あ、こんにちは、ミルトニア。あの、ないんですよね。ないっていうか、消してるだけなんですけれども、いつもこんな感じで、ビアーって書いてるじゃないですか。で、スライドで盛り上げましょうも何も、スライドがねえんだよ、みたいな。<laughs> そのスライドのリンクを送ることができなんだなんで、なので、あっちゃーみたいな感じで <laughs>。 しかしこれあれですね何もないと寂しいもんは寂しいですねこれねこう <laughs> 何もないラジオ番組の本当にこれ TBS ラジオの背景をねお借りしているわけですけれどもあの一度出演したことがあるからそのまま TBS ラジオの,あの画面をお借りするっていう、ね、冒険に出てるわけですけどあの一応これフリーだから使ってるんですけどまあそんなこんなでですね今パニックなんですよ <laughs> まあただ授業の準備はしてますし まああの大学院の講義であのオンラインでやるよってことはまあ知ってるわけで,で URL だけはあの先ほど直前にはなりますが送りましたのでえとそれでキャッチアップしていただければと思いますでまあチャットコメントはね YouTube がありますので YouTube のコメントからまあしていただければあのいつも通り答えつってえやっていきたいなと思っておりますいやー何があるか分かんないですね 昨日まで本当にあのクラスルームに0人だから、そうか、これワンチャン休校ができるのかと思って、休校したらどうしようと思って、で、まあ授業の準備自体というかやりたいなと思っていることはあったので、あの休校しようが何しようが、それこそ YouTube でやれば残るし、で、残ってね、あのそれこそうちの研究室の学生もそうですけど、まあ、この分野の研究方法であったりとか、 あ何かしらの情報に、ね、なりますので、そういう意味では残す価値はあると思って、有効になろうが何だろうがやってやろうとは思ってたんですけどね、いやーまさかシステム上のトラブルだとは、ね、思わないんだとてことでした、はい。というわけで、あの午前の応用数学 B とは打って変わって、えー、また違う、ね、話をやりますし、えーと、昨年の話とも全然違う話をしますので、お楽しみいただければと思います。<laughs> 今業務係からメールが来るか連絡が来るかっていうのをねちょっと待機しながら見てるんですけどね。なもしかしたらマイクにそのメイクのまあ、メールの着信音が来たりするかもしれないですけれども、まあそれは裏でそういうことがあるんだなと思ってニマニマしながら見ていただければと思います。いやあ大学院の講義も始まりました10月でございますよ。え、ね、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、大学院の講義っていうとですね。 大体前期中に大体単位揃えるんですよね。で、まあ大体夏休みぐらいに就職活動とか、あのインターンですかインターンとかで就職活動モードになって、で、10月になって大学に戻ってこいみたいな感じで、一気にね、また、まあ、研究の日々だったりとか勉強の日々が始まるわけですけれどもね。いやー、だから大学院のこの後期の講義っていうのは、基本的にあの対面でやると換算してるんですよ。 よく考えてすごいことですよね。その、なんか研究者の先生、まあ何かしらの分野のそれなりにすごい先生がいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。で、前期はまあその単位が欲しいからみんな来る。後期は単位がもう足りてるから。で、しかも自分の研究が忙しいし、就職活動もあるから、なかなか時間取れないってことでね、講義の方に参加しづらいんですよね。それでもさ、よくよく考えたらさ、超面白い先生が授業したりするわけですよね。すげえもったいねえなと思って。ここら辺なんとかしないと、なんか、 大学院、日本の大学大学院って実はすごいちゃんとしてるのに、なんか生かしきれていないのがなんか悔しいよねっていうのはあったりしますけどね。大学院のバグですね、これはね。大学院教育のバグですね。 まあ自分の人生を振り返ってもまあ正直そうでしたけどね大学院の前期で何単位でしたっけなんか30単位だか忘れましたけどそんぐらいのやつをバーンって講義ねいっぱい受けまくって夏休み中にレポート書いてで夏の学校に行って、えー、飲んだくれて、ね、涙していろいろな経験をしてあ戻ってくるわけですけれどもね後期になったらもう研究ばっかりしてましたね。 それれででもあれですね、僕はの、まあ、東工大の物性物理学専攻というところで、えっと、大学院の修士課程を過ごしてたんですけど、まあ、その時にあの後期に僕の指導教員だった、えー、西森秀俊先生の統計物理学だったですねだからまあそういう意味では講義は受けてたんですねうん。 そしたら、あの、授業中、授業中じゃないですね。授業中はさすがに周知プレイですね。授業が終わった後に、大関君ちょっとっていきなり呼び出されて、何やろうと思ったら、まあ、それまでしばらくね、こんにちは、ツアップ、えー、ありがとうございます。あのー、なかなかね、<その> <laughs> 研究してるように見えないから <laughs>、最近何してるのと。 あの、アルバイトばっかりやってたんでね、その時、修士1年の時は、ああ、すんないい学校の講師し始めたところでございますので、えー、まあ、大学には来てたけどもだ、忙しそうにしてるわけですよ。で、研究成果もなんか、あってこないからさ、はい。<laughs> この挨拶広めてください。<laughs> いや、結構広まってますよ。あの、うちの学部の学生さんもね、こんにちは、ツアップってねあの、言うようになりましたし、あの、少なくともうちのチャンネルで、えー、こんにちは、言うとしたら、もう、こんにちは、ツアップってみんなで言う感じになってますからね。 あのそういう意味では浸透しておりますのでご安心くださいご安心って <laughs> 今そんな感じでね大学院の後期課程の時もうんともすんとも授業なんつうんですか、まあ、研究もうまくいかねえし、えー、何やったらいいのかなみたいな感じで結構うろちょろふらふら,ふらしてたんですけれども <laughs> まあそれでね、えー、捕まって、えー、12月ぐらいですね研究内容変えようっつっていきなり打診された恐ろしい思い出がありますけどね 皆さん、大学院生活、いかがお過ごしですか研究順調ですか、えー、私は、そういう意味では、大学院の1年生の時12月ぐらいまで、長、え、か、ー、飛ばす。研究内容も、卒論の引き続きやらされていて、 で順調なようで順調じゃなくていわゆるコンピュータープログラムで組み合わせ最適化問題を解くんですけどその組み合わせ最適化問題を解くそのアルゴリズムってやつですね解き方のアルゴリズムがありますがその解き方がなんかそれは後で当時いらっしゃった助手の方に今東工大の教授やられてます笹本先生に言われたんですけど「え <laughs> そうなの?」みたいな。 そんな難しいの僕別にコンピューターサイエンスの研究でも何でもなくて物理学科だったんでコンピュータープログラムとかねあどうもどうも午前中に引き続きましてこんにちはでございますありがとうございますあのコンピュータープログラム全然精通してないただの物理学科の理論計算が得意な、えー、鉛筆とノートの人間だったのでプログラム組むのそこが本格的にあるの初めてだったんですよね4年生の卒論の時にだからそれでさ世界のご法の指に入るすげえ難しいプログラムアルゴリズムだって言われたらまあ無理よね バグだらけですよ。で、卒論までに間に合わせるっつって頑張って頑張ってバグ取りしてバグ取りして、そもそも C 言語でしたけど、ポインターとかも全然分かってないんですよね。<laughs> ポインターのポインターとか絶対使えないんですよ。だけど、そういう、その、ある種のグラフ理論的な構造を持ったデータを使うので、まあ、今だったらもっとやりよかったんですけどね。当時、C 言語ですから <laughs>、頑張って定義して、頑張ってストラクチャー作ってやってましたけど、 いやーバグ取れなくってで卒論の直前の発表ですいませんバグ取れませんでしたってそしたらめちゃくちゃ怖い口調で「バグだらけの内容を卒論にしていいと思ってるの?」って言われて「ギャー!」みたいな感じ <laughs> いや通していただきましたけどじゃあ君のこの卒論に書いてある結果は結果ではないということだね全て妄想ということだね」って質問されましたけどねいやーそうですねって。 グラムミスですもんね。バグですもんね。いや、間違いがどこにあるのか分かんないですもんね。アルゴリズムは理解してるつもりで、この説明した通りなんですけどね、バグはバグですって言われて、ギャンって感じで、めちゃくちゃへこんだんですけど、ねまあ、それが悔しくって、うん、卒論の後、終始にも入ってもね、そのバグ取りをしようとか、あもう一回ゼロから作り直そうとか、いろいろ抜本的改革したんですけど、全然ダメだったんで、 ラチが開かない。<laughs> じゃあ、テーマを変えようって言われてね、あ,のある意味助け舟を出してくれたようなもんでありますけど、僕の中では自分の卒論は大失敗という、ね、あの記憶がございます。はい、怖いよねー。はい、こんにちはでございます。幸せでございます。まあ、1時からね、あの授業を始めますので、えー、ゆっくりと、<laughs> まあ、リラックスして鉛筆を削るなりですね、えー、身を削るなりしてね、えー、待っていただければと思います。 いや、ま、そんなこんなでね。はい。あ、そうそう。シラバスにあるそのクラスコードでしょ認証できないんですよ。僕もどうすればいいのか分かんないんですよ。で、今、業務係の方にあの連絡してるんですけど、その業務係の方に、まあ、いわゆるその Google Classroom のクラスコード、僕のクラスコードがあるわけですけど、それをそのままあの送付して、で、まあ、皆さんに展開をしてっていう形なんですけど、それ、Excel 表あると思うんですけど、それをちゃんと見たんですよ。合ってるんですよ。合ってるっていうことは、 なんか別の理由だと思うのでまあそれをなんとか、まあ、今日中にして、えー、登録できるようにしますのでそんであの通常の講義状態に戻るかなとあれですよ昨日までずっと凹んでたんですよ「<laughs> 履修者ゼロかい」っつって <laughs> 履修者ゼロだったらもう好き放題やってやろうと思ってねまあ好き放題やってやろうの内容にはなりますからあの 楽しくなるか難しくなるかえー、どうなるかわかりませんけどもねはいよろしくお願いいたしますありがとうございます <laughs> まあねあの第1回の授業をするっていうのはまあみんな普通に大学っていうのはうまく機能してると思えるかもしれないですけどもまあ素人みたいな大学教員があ頑張ってやってるもんですからまあそういうね えー、不具合もあります。<laughs> なので勘弁していただければと思います。ただね、あの授業の準備はちゃんとしておりますので、えー、いつも通りオープニングからスタートいたします。どうぞよろしくお願いします。 というわけで、えー、13時1時になりました、えー。毎週木曜日13時より、えー、情報基礎科学としての数理情報学っていう長ったらしい名前の、えー、授業が始まりますけれども、えー、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。まあ、大学院の講義でね、午前中はあの私個人的には、まあ、学部の授業がありましてで、応用数学 B というのでね、ラプラス変換をやったテンションのまま来てます。今日2コマ連続なんですよ。ということは喋った後なので、エンジン全開。 なので、いくらでも喋るぞっていう状況でございます。ただあの、皆さんにはご迷惑をおかけしておりますけどね、その Google Classroom で、えー、授業のねあの、管理をしてるんですけれども、その Google Classroom のクラスコードがなんか認証できないということで、えー、今、バグ取りを、事務をしてると思うんですけどね、<laughs> 休み時間がちょうど終わった、あの皆さんと同じでお昼休みは当然この13時まで事務、えー、方の方もね、ありますので、と、えー、多分今、メールを見て、いやーと思ってると思います。 大崎先生は今何してる講義してるみたいな感じであの授業してるので。あの 驚いてるかもしれないですけどもね <laughs>。まあ、授業はできてしまいますから、で、まあ、YouTube で公開しておりますし、あの、なんでしょう、アーカイブをすることもしてますので、あの、別に、それで、あの、最悪、今日分かんなかったっつって、受けられなかったお友達がいらっしゃってもですね、大丈夫だと思います,ま思いますけれども、身の回りでもしも受講する予定だったよとか、受講したいと思っている後輩さんとか、先輩さんとかいらっしゃって、あの、なんか、まあ、クラスルームに登録できなかったから、めんどくせえや、履修登録もやめようみたいな感じだったら、 たらあのー、ちょっと待てと <laughs> ちょっと待てと言って、えー、口コミで広げていただければと思います。はい、今、ホーっつってメールが来ましたけれども、今日もがかりですかね <laughs>、まあ。そんな感じで、えっと、この裏方との対応もですね、リアルタイムにしながらやらざるを得ないというですね、えー、初回ならではの緊張感に包まれている講義でございますで。先ほどオープニングにもありましたけれども、この講義では、えっとまあ、要するにね、アーカイブしてるので、 去年やったことは今年やらない。 決めたんです <laughs> 勝手なこと言うんじゃないって話ですけどもやっぱ大学院の講義でございますので、まあ、それなりに何つうんですか最先端の研究内容であるとか、まあ、研究するにあたって、まあ、何かしらの,その手法として、えー、皆さんがあもう何か手にしてほしいなって思ってはいるのでそういう意味では、えー、と毎年毎年あれ,あれやこれやとですねちょっとずつ変えていこうという決心はありまして、まあ、実際そういうふうにさせてもらおうかな 思いますで、えっと、オープニングムービーにもありましたけれども、今年やるのは、えっと、生成モデル。ね、ね、何残っちゃっていうと、あれです、ディフュージョンプロセス、ディフュージョンモデルってね、あの世の中を席巻しておりますけれども、皆さんご存知ですかあのテキストからね、あの自動的に絵を描いてくれるってあれなんですけれども、また、あの、今日以外にもね、あの次回以降、その <laughs>、例えば誰かさんの絵と。 あれ面白いなと思うのはそのテキスト書いて絵を書くんですけれどもその時のテキスト文章を自分のプロフィールにするんですよ。例えば大関正之、あ自己紹介遅れました。大関正之と申します。あの大関正之、えー、情報基礎科学専攻教授、えー、40歳、えー、東京工業大学卒業とかそういうの書くじゃないですか。そういうの書くとそれっぽい人が出てくるんですよ。 それをプロフィール画像にするっていうねあのなんか仕草があるんですけれども <laughs> まあそんな遊び方もあるのであなるほどそういう使い方も、えー、ワンチャン面白いなと思ってでまあそんな感じで、えっと、世の中でも使われていてまあある意味大喜利合戦ですよねこんな風なコメントを入れるとテキストを打つと、えー、こんな画像が出るんだねとかそういうことを試行錯誤しながらみんな遊んでると。 いいうようよにあのブームののの今話題のものでございますでその話題のものをですね、えっとまあ、再現する、えー、ために、えっと、どんなふうにできてるんだろうと、まあ、論文等々を見れば割と簡単なもので、えっと、理解することができるんですけど、まあ、それもねやっぱり今までの歴史があってできてるものでございますからその歴史を追っかけていこうと。 で、追っかけて、まあ、割とすぐに追いつくんですけど、で、じゃあ実際に、どんな仕組みでできているのかっていうことを皆さんと一緒にまあ学んでいって、えー、次に、じゃあどんなものができるんだろうかっていうことを考えるきっかけにしていただければと思います。あの、プログラムだったりとか、そういう、なんでしょうね、ライブラリーを使える人が、その自分で実装してみたっていうふうにね、遊ぶのもあるのかなと思いますけれども、まあ、せっかくこの、なかったらしい講義名にある通り、数理情報学と言ってるぐらいでございますから、まあ、数学ですよ。 数学っていう方じゃないですね。あのまあ、要するに数式を利用して、まあ、いろいろな関係性を考えながら、えーまあ、それこそアルゴリズムを作ると、ね、いうふうにするわけですから、えー、それをね、えー、その中に通定する数理数学の構造しかも僕物理学者なんで数学そこまでちゃんとできないので、えーまあ、物理との関係 ですね、あのディフュージョンプロセスディフュージョンモデルって言われているものが、まあ、今その石鹸している生成モデルの裏にあるんですけれどもそのディフュージョンって何っていうと確率過程なんですね。確率過程っていうのは、まあ、確率的な現象を扱うで過程プロセスっていうのは何かしらの動き変化なんですけれどもそういったものを扱うのに、えー、と物理ではランジュ版方程式というのを使います。でまあ、こういうい情情報系情報系系科学系でもランジュ 方程式は実は使っていることがあって、まあ、何かしら運動方程式で物を動かすときにノイズがあってでそれでぐるぐるぐるぐって少し動くとでその動きを利用して、まあ、いろんな状態をサンプリングするとか言ったりするんですけどもそのサンプリングを利用して、まあ、いろんなその生成画像 男の人だとしても、まあ、ちょっと違う男の人がバババババって出てくるとか、そういうふうに、確率的な、まあ、ある種の分散揺らぎを利用して、いろんなものを作るってことができてます。でそのプロセスに、実は物理のそういうランジュバン方程式が使われてるよとか。 えー、物理で言うとこういうものですよってやるとちょっと抽象化するわけですね。でそうすると他の問題とか他のアルゴリズムとか今まで言われていたあれと全く一緒だよねっつって、うん、じゃああいつがなんでそんな性能を示さないのに <laughs> こいつはすげえ性能を示してるのとか、えー、じゃあワンチャンあの昔のあの方法は、えー、埋もれてしまうわけではなくて実はすごいパフォーマンスを示す。 ポテンシャルがあったんじゃないのとかそういうことを考察していただいて、まあ、新しいアルゴリズムを皆さん自身で作れるようになったら嬉しいなぁと思い、えー、この講義を今回はやりました。まあ、去年はあ去年はですねそれこそノーベル賞が今年はあのアスペたちはじめベルの不等式って言って量子コンピューターなり量子情報科学って言ったりしますけれども、まあ、その分野に、えっとまあ、受賞されたわけですね。 で去年はあのノーベル物理学賞として、あれですわあの、スピングラスっていう自生体の話ですね、まあ、自分の研究分野でもあるんですけれども、が、あのーまあ、受賞されて、まあ、それの影響でですね、あの私も、なんですか、ノーベル賞の説明みたいなのをさせられたことがありますけれどもね、よいしょで、それが去年あったので、せっかくなんで紹介しましょうか。よいしょ、<laughs> 1 <laughs>、 こんな感じでね、あの去年のやつでございますけれどもちょっと画面がずれてるかなおいしょ。<laughs> 去年はその磁石の話を基本的にはそのなんだ講義の中では扱ってましたあの詳しく聞きたい方はねアーカイブの方を見ていただければと思うんですけどあの小さいあの物理って何やるのっ言ったら皆さんのイメージではどこまでのイメージあります <laughs> あの坂道コロコロですか <laughs> えなんで入試問題であの坂道に積み木を乗っけて摩擦で滑らせてとかそういう話するんですかねっていうのはあの午前中の授業でもしたんですけどまあ物理って地味なんですよね でその中でも現代の物理学っていうのがあってまあ一つは量子力学。 量子力学というのは、原子分子とか非常に小さいスケールでね。起こることを予言するための線形代数です。はいで、その量子力学が1つで、もう1つは統計力学というのがありまして。まあ、原子分子で僕らの体はできているっていうまあ、耳学問は多分あると思うんですけれども。じゃあそれがまあ集合体としてアボガドロ数個いらっしゃるとどういうことが起こるんですか？っていうことがまあ1つの興味になるわけですね。で、その時にえっと使うのが統計なんですよ。 まあ、に 6.02×10 の23乗個なんか全部扱うことできないよねっていう話なので、まあ、それで統計を取りましょうっていうのが一つの、まあ、アイディアというか <laughs> やり方になるわけですけれどもでその統計を使って で動き力学を考えましょう,っていうのが統計力学ですとその現代の2つの物理をまあ利用するのがまあ今の主流なんですけれどもその時にそのコンピューターって情報科学ってまあ0と1ビットであったりとか情報も大量のものがあるのでデータの個数がたくさんあるとかそうなってくるとやっぱり統計使うんですよ。 一個一個のデータの資材を見るなんてやっぱりしんどくってで全部平均してとか全部の散らばりぐらい分散を計算するとどうなるんでいいっていうことを調べるっていうのが、まあ、統計なんですねで。とりわけ先ほど紹介しましたその今設計している生成モデルのディフュージョンプロセスなんていうのはまさに統計を利用した機械学習統計的機械学習の一つなんですけれどもやっぱり同じものを使って。 で去年のノーベル物理学賞を受賞されたそのジョリジョ・パリージさんは、まあ、3人目で日本からしたら全然知らない人いるかもしれないですけれども、えー、スピングラスっていう、まあ、磁石不純物がある磁石。 で,す、ね、で磁石もみんな子供の時にさあの N 極 S 極でくっつくねくっつかないねとかそんな話してたと思うんですけどあれ要するに鉄とか金属でできてる磁石ですねであれは中には小さい原子分子の中にその磁気モーメントを持ったやつスピンっていうのがあってでそのスピンがまあちっちゃい磁石みたいなもんなんですよねでその小さい磁石が隣り合ったもの同士で同じ向きになりますよとか で不純物があると逆方向にひねられた形で半平行になるよとか、まあ、そういう特性がありまして、えー、それであのなんだ、うん、ただの磁石とは違う、えー、合金にした時だからこそ、まあ、発現する不思議な現象っていうのがあって、まあ、それがスピングラスですと。 でそのスピングラスっていうのを解析最初はね物質の興味ということで物質への興味ということで、まあ、研究されてきたんだけれどもどうも情報科学の問題もそのスピングラスで解析できんじゃねっていうことが、まあ、後々になって分かってきたわけですよ。でそれは何でですかって言ったら情報って0と1でしょ。 で磁石っていうのは N 極 S 極があるようにまあ向きがあってでその向きがその隣同士と同じ向きですか違う向きですか揃いますか揃いませんかとか001000ってその01の配列ねその01の配列が同じですか同じじゃないですかみたいな感じでえっと向きを問うわけですよだから情報も磁石のように考えてできるんじゃねい解析できるんじゃないっつって統計力学で情報科学をするっていう情報統計力学っていう分野まで発達した。 なおかつその機械学習もそうじゃないと。機械学習ではいろんなデータを数値にしてで1ピクセル1ピクセル見るとよく分かんない青とか赤とか色があるんだけれどもその色がたくさん集まって僕らは絵であると。 いう,ふうに見る誰の絵である何の絵である何の画像であるっていうふうに、まあ、信任するわけですけれどもでもそういった時に何で俺犬ってこれ分かるんだろうとかなるじゃないですかそれは統計を僕らの中で勉強して撮ってるわけですねえー、子供の時に父ちゃん母ちゃんと一緒に連れられて犬に追っかけられた覚えがあったりとかあこういうのを犬って言うんだみたいな学習してるわけじゃないですかだけど1匹だけ見たらそれは犬かどうかではなくって単純にその怖い食い物食ってくるやつっていう 記憶しかないですよね。だけどそいつに似ているちょっと違うけど似ているやつをたくさん今まで見てきたわけワンちゃんを何百匹も1匹ワンちゃん見てるわけでそれを見てあ犬っていうものはこういうものねって学習してるわけですよっていうことは1匹1匹の犬を見てるんじゃなくて統計的にその犬のストラクチャー構造を読み取って学んでるんでしょうねっていうことでやっぱり情報科学でも統計は当然ですけれども重要で統計を利用するってことは統計力学っていう、まあ、学問の 別の分野のスピングラスを扱ったとか物質を扱ってきたその物理の方法が使えるよねってなってていろんな分野にその物理の方法が適用されてったってことでこちらのノーベル物理学賞去年ですけどね、えー、受賞されたということでこのスピングラスの解説あの日本物理学会で解説記事ありますけれどもそちらがありますので、えっと、興味ある方はねぜひとも見ていただければと思いますでちなみにあの大学院の講義だからいろんな人生訓の話もしますけれども えー、右上にありますが、まずはネオハイ、実るのはその後からだっていう、海外挑戦をした時のにね、えー、大関先生が海外挑戦をして、いかに失敗したかっていう失敗談が書いてありますので、えー、もしも大学院の方でね、えー、これから海外、海外解禁されましたからね、あの行きましょうと、PCR 検査とかあの、帰る時にしなくても済むようになりますので、まあ、そういう意味でもだいたいだんだんとその海外出張が増えてきたと思いますけれども。 長期滞在してね、博士課程の方とか特に長期滞在してね、チャレンジするっていう時には、まずはこれを見て、えー、僕のようにならないでくださいというわけです。はい。これ、日本物理学会の記事なんですけど、ウェブ造法版というのがなぜかあって、京都大学時代のウェブページなんですけれども、そこにあの、長い、この正式な物理学科の記事では書けなかった、あれやこれやまで書いてありますので、ぜひともそれを読んでいただいてですね、もう海外なんか行くかって。 思っていただくもよし。<laughs> よし、頑張っていこうと思っていただいてもいいかなと思います。で、ちなみに改めて自己紹介いたしますと、えっと、大関でございます。東北大学ではいつもお世話になってますけど、東高大でもクロスアポイントでね、あの所属しておりますので、まあ、そっちで知ってる人もいらっしゃるかもしれません。えっと、もともとは、寸内予備学校の講師でございます。 はい、そこを自己紹介するなよって感じでございますけれどもあの皆さんの大学院1年生2年生ぐらいの時ですねの時にまあアルバイトしなきゃ食っていけねえよみたいになったので、えー、寸大予備学校で非常勤講師をやりましたあの博士課程を目指している方はご存知の学術振興協会ってありますけれども学術振興協会の DC1DC2 とかねあって、まあ、月20万円ほど生活というべきか、まあ、研究奨励金が支払われて生活を支えてくれる素晴らしい存在なんですけど えー、書類を書いて通らないとまあ運よく通らないといけないあれでございますね。はい、でそしたら <laughs>、えー、私はそれはまんまと落ちましたので、えー、皆さんもですねちょうど先週 先週ぐらいですかその結果が発表された頃だと思いますけれども、その結果がね、あの良かったり悪かったりとか当然したと思いますけれども、まあ、どっちの結果だったとしても別に大丈夫です。僕は落ちましたので、はい。落ちたので、えっと、落ちてもまあ大学の先生、教授はできるんだなということで励まされていただければと思います。はい。今何してるかってですね、よいしょ。iPad はいいんだけど、マウスのポインターが消えたっていう <laughs>。 <laughs> これ、ね、配信してる時にね、消えると本当に困るんですよね。あ、戻ってきた。はい。で、な <coughs> したっけそう、今、コメントがね、出てきましたけど、コメントいつも左にしてるんですけど、右に、あのスライドがないから、右にして打たんですけれども、やっぱり左の方が見えますね。僕にかぶっちゃダメだよね。 <laughs> あ先日全部英語の講義受けましたがあまあリスニングできませんでした <laughs> 聞き取れないというか語彙が足りなかったそうだよねあのさ全部さ何英語の講義をすれば英語ができると思っているこの日本の大学の浅はかさって悲しいよね。 あの日本がなんで素晴らしいかってすごいかっていうと明治維新のおかげなんですよね明治維新の時に西洋列強に並べということでみんな頑張って海外で勉強してきて、まあ、そいつらがもっと偉いんですけど海外で勉強してきて海外の教科書とかその教養本とかを全部あさってで読もうとで読むためには翻訳しようっつって、まあ、英語も含めラテン語とかもいろいろ勉強したんだと思うんですけれどもそれで翻訳したわけですよでそうしたらその翻訳の時に当てた日本語が美しいこと美しいこと それで僕らは日本語のままにその他,他の国の、えー、で、えー、発展した科学技術の既存部分ですね、うん、を学ぶことができるようになったから今があるんだよ。 なのにさまた英語にしちゃってさでしかも日本語と英語って結構離れちゃってるので理解度薄まるんですよね <laughs>。英語が喋れるようになるとか英語が聞けるようになるスキルはもちろん重要なんですけれどもまあ DeepL 使えばいいじゃんとかね今みたいにこうやって書き起こしてさ翻訳できるんだからさワンチャンわかんじゃねえとか思うようになったんだからさそれはそれでもう また違ってくると思うんですよねでまあそれ置いといて母国語で授業が受けられるのがメリットだったのにそれを捨てるってどういうことなのって僕は思いますけれどもね。というわけであの私は日本語でやってますけれどもはいそれは日本人語もねやっぱり優秀でございますしで留学生は留学生の方でねこれ見ればわかるようになってるしねとか <laughs> あのもちろん留学生の方がいてあのなんだ英語でやってほしいってなったら英語と日本語両方喋ってるのであのそういう意味では。 あどっちでも受けられるようにはしますけれどもただ少なくともねそれが僕らの良さだったと思うんですけどねうんあそうなんですね最終なんですかね最終さんの貢献なんですね日本人100人外国人1人2人の講演を英語でするしそれ <laughs> それだから1パー2パーぐらい英語で喋ればいいんじゃないかなっていう気が <laughs> <laughs> するんですけどとか言ってはいあ確かにね哲学も翻訳語みたいですよねだからそのやっぱり 自分の言語で受け取ってとりあえず生のまま考えられるっていうのが重要なんですよね。できる、あ、西山でっていうんですか。ごめんなさい、ありがとうございます。あの、なんだ、えっと、自分の言語でゆ、まあ、要するにストレスがなく受け取れるといいんですよね。やっぱり勉強する上ではストレスがあってはいけないので。 まなので、えっと、このオンライン授業っていうのもね、大学院の講義はほとんどオンライン授業のままやることになってると思いますけれども、僕もこのオンライン授業にしてるのは、皆さんがいつ、どこででも受けられるように。で、まあね、勉強したいときとさ、研究したいときってあるじゃん。まあ、しなきゃいけないときってあるじゃないですか。で、そういうときに大学院の講義って邪魔なんですよね。ごめんなさいね。で、まあ、大学院の講義として受けるんじゃなくて、あの研究の合間にね、なんか気分乗らねえなとか、 夜何でしょうねえとボゲっとしてないなとかそういう時のねラジオ代わりにですねこの授業を受けていただけるとですね脳みそが活性化されるんじゃないかなと。英語が入ると一個寄り道しちゃううから理解度低くななってしまいまいすすよねそうなんですよねねねそんで英語喋れないとかその聞き取れないとかあると思うんですけど大学院の学生さんとかまあこれから若いそのポスドクさん研究員さん助教さんとかねこれから自分で発表すると思うんですよ。 その時に練習すするから大丈夫ですあの英語になると人は変わりますから大丈夫です、はい。英語に変換した瞬間、数理系の能量が減る気がする。あ,のあると思いますよあの。語彙が足りないっていうのでやっぱり聞くのが絞られてる、ね、感じかな、はい。日本が明治維新で西洋列強に追いつけたのが、えー、の日本語学科学では支えられるだけ十分整備された言語だからという話も、ね、聞いたことありますよね。あの関数とかさ あのそういう言葉が翻訳されたのその頃なんですよね。だから昔の当て字だと箱立ての,あの箱,箱っていう部分が関数の関だったりしますけれどもだから今僕らがなんつうんですかナチュラルにその日本語の教科書で科学系の本を読むことができんのは、まあ、その時に概念と言葉をうまくく,つくっつけることができたからあのなんでしょう、ね、無理なく理解できるんですよ。むしろ新しい学問の方が当てられた翻訳があんまり 美しくなくて理解できない時ってありますからねだからそれぐらい昔の人たちのその文化的教養ってすごいんだなっていうのは思ったりしますけどねはい日本の受験英語教育は割と論文の読み書きに特化していたのだと思いますあなるほどなるほど最近は話す聞くに重点が置かれている気がします確かにねそうかそうかそれはそうかもしれないですね読み書きはできるもんねそうだから みんななんか英語に増えてを感じているのは、まあ、どうしても話せないっていうコンプレックスがあるからだと思うんですけど読みかけさせると結構優秀ですよね。だからそういう意味ではみんなすごいんだよ。あと僕の指導教員だった西森先生に言われたことがあるんですけど僕も大学院修士1年二年 ?2 年の時か2年の時に あの海外で初めてポスター発表させられたんですけども行ってこいと <laughs> させられたんですけど発表練習するじゃんポスターだとしてもそしたら英語が出ないわけよで英語が出ないから恥ずかしくなるわけよねでしかもその時予備校で授業してたから塾講もやってたから口がこんだけ喋れるのが俺なわけですよね口が喋れる <laughs> 言葉が発せられるのが自分だっていうアイデンティティがあったんで,で英語で喋ろうってなったら全然出ないじゃないですか もどかしいじゃないですか苛立つじゃないですか恥ずかしくなるじゃないですかなので先生のとこ行ったんですよすいませんあのだからあの海外ね出張とか国際会議参加させてもらう予定でしたけどえー、あのキャンセルすることできますかっていうの恥ずかしげもなく頼みに行ったんですよそしたら机の下しガラッと開けられてスッと出張命令書 あなたにはこれだけの国税が投与されています。投与 <laughs> 投入されています。今更逃げるなんてありえませんって言われて逃げられないっていう話になったんですけど、まあその時に初めて行ったのが実は、えー、とイタリアのローマ大学でジョルジョ・パリージさんがいらっしゃるところでして、まあそこで英語の発表が初めてなんですけれども、なんとそのポスター会場には外国人が一人も来なかった。日本人だけしかいなかったので、えーえー、みんなあの夕方だったんでポスター会場に来ないで、イタリア人なんで適当にですね、酒飲みに行っちゃったんですよ。 で日本人だけがムラムラといたので、えっと、英語の発表最初は何もできなかった日本語でしゃべるしかなかったっていうね、えー、ひどい思い出がありますけどもね <laughs> はいまあその後普通に何かしらのチャンスで英語で発表したと思いますけどまあ英語出なかったですね練習するしかないと思いますけどでも読み書きはね論文読めると思いますって言ってる通りね論文よく読めるのが我々の人種ですねでその時に先生に言われたのは英語できないでへこむなと。 自分ができない人はもっといるって言われたんですよね。なるほど。<laughs> って思って。英語とかそういう多言語。 他の言語を喋るか喋れないかっていうのは簡単な表現すれば文系理系も問わずあるじゃないですか。だから微分ができるかどうかっったら理系だけじゃないですか、基本的には。まあ、微分でももちろん知ってる人はいるんですけど、そう考えると、確かに人類のほとんどは英語喋れるよな、微分はできないよな、とか考えると、うーん、うん、なるほど、みたいな感じで騙された覚えはありますね。はい文読めないそれはね、考えすぎなんじゃないですか。<laughs> <laughs> まあ今だったらねそれこそディープエールでざっくりとあの単語を含めあ大体訳してなんか変だなっていうところをちゃんと読んでっつってその意味の軽やかな読み込みができるようになったのでそれもいいかなと思いますね。そうあの外国で発表するとにかく思いを伝えればいいので「風は言う事件」っていうのがありましたけれどもあのすごい偉い若手のすごい優秀な先生にね私名前と顔一致しなかったんで、えー、思わず「風」すげえいい質問してくるなと思ったんですよ。 で、あなた誰ですかって言いたいがために、だけど、その機会を逃したいけないから、ふわ言うと思いきり言っちゃったって、お前誰だっつって、超失礼なことしたんですけれども、まあそんなことしたって死にはしないんで、場合によっては。だからまあそれで死なずに済んだんですけども、<laughs> まあそういうことでね、みんな失敗しながらうまく成長するんじゃないかなと思います。はい。まあそんなこんなの修行時代をね、あの過ごしてまして、東工大で、えっと、博士課程でですね、えっと、卒業して、えっと、まあ今、 ここままででキャリアを積んできまして、まあ、前職は京都大学でございましてでその後ローマ大学に1年ほど浮気していってで准教授として東北大に来まして、まあ、今につながっております、はい。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。で、えっとまあ、スピングラスの話を、ね、長々とするつもりはなくって今年は違う。 内容でございます、えー、ディフュージョンプロセス含め、えっと、生成モデル世の中を席巻しているデータをバン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 と生み出しているあの技術どうやってできてんのっていうことをですね、えー、解説していこうかなと思います。まあ、15回にわたり大学院の講義ですから、まあ、していくわけでございますけれども、まあ、途中そのディフュージョンプロセスの話も出てきますしどんな授業にしようかなっていうのは結構悩んでるんですけど。 まあ初回3回目ぐらいまでは全部予習準備で準備はしてるんですけど7回目ぐらいに多分ディフュージョンプロセスが一旦終わるのかなと思っておりますだから目標中間目標はディフュージョンプロセスをみんなで理解するで最終目標はその生成モデルに出てくるまあ様々な解析方法とかまあアルゴリズムがあるんですけどどうしてそんなアルゴリズムを思いついたんとか作れたんとかそういうことをえっといろいろと えー、数理的に解きほぐしていくっていうのが、えっ、ー、と、事業全体の目標になっております。はい。出版社を見ておりますね。いや、この内容、本当そうなんですよ。あのー、<laughs> 出版社の方に、今年これやるから、これの内容、ノートをまとめて、あの出版するからよろしくっつって、えー、締め切りを伸ばしてもらっております。はい。<laughs> というわけで、元気ですかはい。<laughs> 伸ばしましたけど、書きます。ノートができてますから。 よろしくお願いいたします。で、早速でございますけれども、あのパーポのスライドで、あのたらたらとあの発表形式ではございませんで、もう普通に板書する理論的な講義でございますので、まあ、大学院の講義の中では珍しい方かもしれませんけれども、まあ、皆さんも手の空いてる限りは、板書を追っかけたりとかね、えー、俺は見て、集中して理解したいっていう人は集中して見ていただければと思いますし、まあ、アーカイブの時にですね、アーカイブ配信もう一回眺める時に、えー、ノートを自分で書くとか。 もしくは自分で再現するとか、まあそんなやり方でも全然結構ですけれども、えっと板書しながらこちらでやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。いや良かったですね、えー。受講者ゼロなんじゃないかってずっと思ってあのへこんでいたんですけれどもね、まあ、YouTube では温かく皆さん見守っていただきましてありがとうございます。はい結局板書が一番わかりやすい。ね、僕は僕でそれは悔しい思う部分もあるんですけどね、デジタルツール負けてるよっていう部分と。 まあパワーポは違うわな。事業をする、授業を理解するっていうのはやっぱり体得をする部分はあるから、やっぱ体と、うん、一緒にやらないと、えー、の認識はできないのかなっていう意味では、版書、もしくはそれに近いものをやるしかないのかなと思いますね。はい。では早速行きましょう。今日は、えっ、ー、と、生成モデルというものをですね、 えまずは基本として押さえていただいて、まあ、それの学習の方法までいけたらいいかなと思います。でまず生成モデルって何ですかっていうわけですけれども、まあ、先ほど紹介しましたようにディフュージョンプロセスで、えー、なんか知んないけれども絵が描ける音楽ができるなどなどまあ趣旨の えー、新ししいいデータを生み出しているわけですねでもちろん僕らが今まで見たものを、まあ、仮パクしてそのままコピーするっていうのも、まあ、絵を描くっていうことにはなるんですけどどうも今コンピューターがやってるのは今までになかったもの、まあ、似ていたりはするけれども今までになかったものを生み出しているそういうふうに新しいものを自動的に生み出すことができるのを生成モデルといったりします数式は手を動かさないと理解できた気にならない気がするねやっぱ 先生がなんか乗りり移ったたのよようにね、数式やりたいです番、ねうん、書だと教師が書くスピードで講義スピードが、ねえー、バウンドされるから置いてけぼりを食らう可能性が下がっているよい。パーポって本当そうっすよね。<laughs> どんどん進みますからね。<laughs> まあかといって x を書いて雑談で終わるってのもよろしくない。はい、<laughs> でこの x っていうのが <laughs> まあ簡単のためですけどベクトル矢印つけてベクトルとしますとまあ例えば a ですと。 絵はどんなものですかっていうと、まあ、デジタルデータとして、まあ、デジタル情報として機械学習コンピューターにこれをやってもらうという前提でいますので、まあ、デジタルで考えましょう。でそうすると1ピクセル1ピクセルに、まあ、RGB 値いくらいくらですよっていう風に、まあ、色であったりとかそういうものが情報としてエンコードされていてでそれを我々はまあ目でディスプレイで見た時に目で視認してあ画像です絵ですっていう風に思うわけです。 で例えばその画像のデータだとしましょう。で一番目に何か画像のデータを見まして、まあ、例えばですけど何かしらの人間の絵だったとしますと。でそしたら次にまた別の絵を見ました。 でそうしたら別の絵、写真だとしても、まあ、人間のものだとしましょう。人間が描かれてるとしましょう。えー、例えば <laughs> まあ人の形をしてるんだけど、まあ、メガネとかね、してるとか、そういう詳細はちょっと違うんだけれども、まあ、何かしら違う、まあ、形を持っている。でもこいつは人間だ、みたいな感じですね、えー。そういうふうに異なる1番目、2番目っていうふうにデータを受け取ったとします。 でいくつもああって、N 個のデータがあります。で、この N 個のデータ N 番目くんも、まあ、人間の形はしてるんだけれども、えーまあ、今までの人とは例えば違うちょっと顔が四角いとかねまあ、できそうですけど、まあ、こんな感じで微妙に異なるだけど顔画像として何かまとまりのあるグループのあるものを、えっと、習得しました、まあ、こういう状況を考えます <laughs> で こいつは、まあ、顔画像、人間の顔画像を誰かが生み出しているわけですよね。まあ、例えば人類が書き出した写真群かもしれませんけれども、その写真をまあ見て、うんまあ、人間が今まで書いてきた顔,顔の肖像画でもいいですわ。まあ、もしくはデジカメで撮った写真でもいいですわ。そういう顔写真とか、顔の画像とかたくさん並べて、絵の子並べたもの、はい。これを私たちはデータと呼びます。 で、目標は、生成モデルの目標は何かっていうと、こいつらをカリパクします。カリパクするって言っても、参考にするっていう意味です。参考にして、同じように人間の顔とか、まあ、体とか、まあ、写真ですよね。肖像画的な写真、画像でもいいんですけれども、えー、同じように今まで出てきたこの N 個のデータから、 同じように人の画像を生み出すものを作りましょう。これが目標です。で、きっとこのデータを生み出したやつがいる。で、その生み出したやつはどんな、まあ、関数をしているか、まあ、数学的な構造を持っているか、それをいろいろ想像してみましょう。まあ、何か x をパンと出すはずですと。 で同じ人がいないようにその同じ顔データってないよねと。まあ、同じやつがあったら別にまとめちゃえばいいんですけどいろいろ出てきますよねと。いろいろいくつも出せますよね。っていうことはその生成モデルは P って書きましたけどおそらく確率分布から生み出されてる。確率的なモデルである。っていうふうに仮説します。 もしも決定論的モデルだったらさ、作れっつったらさ、同じ顔ばっかり出てくるんですよ。ちょっと待ってよ。っつってで、なんか後ろになんかシードみたいな数字があってさ、それを変えたら別の顔が出てくる。まあそれはそれで嬉しいんだけど、いや、なんか、いつも同じもの出てくるってちょっと弾けないっていう気持ちもありますね。はい。なので、生成モデルでは、はい、このデータを生み出している裏にはきっと確率分布があるだろう。 で、その確率分布をもしかしてコンピューターが真似をすることができたら、ね、人の分布ですよ、要するに。人の顔画像の確率分布を真似することができたら、その確率分布に従って、顔画像を生成すれば、いろんな人の顔を作ることができんじゃねという、まあ、妄想です。なので、目標は P of X を,を自分で まあ再現することで P of X は残念ながら全人,全人類の全顔画像を今まで作った全顔画像を持ってこないと分からないのでまあ無理ですよね。<laughs> で無理だしそんなことまでしてやりたいことでもないし。だけどできることなら今もらっている N 個の顔画像のデータから、まあ、P of X ってこんな形だよねっていう、まあ、近いものを提供してでそれを自分たちで使って 新しい X、新しい顔画像を生み出す これ音楽だったら、えー、皆さんの iPod だったり、iPod ってもう使ってないかな ?iPhone だったりとか、まあ、何か登録してるサブスクリプションの音楽あるじゃんで、その音楽のデータバーって突っ込んで、で、あ、世の中にある音楽ってこういう感じねと。まあ、90年代、2000年代、2010年代、2020年代で流行ってる歌とか違うけどさって区分してデータセットにして、えー、それを食わせて、えっ、ー、と、生成モードで作ると面白いことになりますよ。90年代の音楽を作ってくれる小室哲也みたいなやつが出てくるとかさ、えー、2000年代の音楽を作ってくれる とか歌田光っぽいのがすごい古いね。ごめんなさいね。<laughs> そういう音楽を次から次へと生み出すことができたりします。まあ、アーティストの人たちからしたら結構驚異的なことかもしれないですけれども、えー、それを組み合わせることによってですね、新しい創造ができたりするんじゃないかなっていう意味では僕は興味を持ってます。で、ただし、今、ここに書かない方がいいですね。ごめんなさい。<laughs> 前提を紹介しますと、じゃあ、その生成モデル、モデルっていうのは、 真真実と、まあ、真実とっていうのは P of X ねきっと顔画像とか人間の顔画像とかにはまあ関連性があっていや傾向があって顔が大きい人顔が小さい人がいて女顔の人もいれば男顔の人がいてとかそういういろんな構造があるわけですけれどもそれを知りたいそれを真似したいと思ってるんだけど前提として全ての顔画像を用意することはできない。 なので、得られていること、ものっていうものは何か。一応、明言しておきます。x1,x2,xn。で、この x、矢印ついてる通り、ベクトルですと。で、そのベクトルは、まあ、画像の場合には1ピクセルずつの RGB 値とか、何かしらのそういう情報ですと。で、このデータから、よく使うのは、これです。P ゼロ p0x って書きますけれども、 この n 個のデータからなる経験分布というもの、もしくはヒストグラムと言ってもいいかもしれないですね。経験分布というものを使います。添え字は i だ、ここは。添え字は i イコール1、うん。1> で、デルタ x いく xi。X I えー、デルタ関数を使います。デルタ関数ってなんだっけっうと、積分すると、x で積分すると、x くんが xi のところに代入されるってっだけです。だから積分するする詐欺っていうんですけれども、まあ、こんなもので用意します。つまり、x が xi だったらピコーンと反応する関数です。って書いといて、こうした方がいいですね。で、イメージするならこんなことです。横軸 x がありまして、 誰かさん顔画像を集めてください。N か集めてきました。OK。でそしたら、えっと、左からね、メガネない人、2番目がメガネかけてる人、N 番目は四角い顔の人みたいな感じで、えー、1人いました、そういう人がと。で、2番目の写真もここら辺です。X で言うと。で、なんか X3 番目と X4 番目とかね、あの同じでしたとか。っていうのが、まあ、続くわけですよ。ヒストグラムを書きますと。 でこのヒストグラムを何で書くんですかって言ったら、多分この P of X を禁似しているからですよね。P of X に近いはず。<laughs> だけど僕らはごめん。P of X は分からない。知りたいと思う対象なわけです。だけどその知りたいと思う対象に近づくためにデータを集めたんだけど、決して P of X そのもの、正しいものではないわけですよね。 だけど、こいつらをかき集めて、確率分布もどきを、まあ、多いところは大きい、えー、あんまり出てこないレアイベントは小さいっていうのが出てきますので、そういうヒストグラムを P0X と置いて、これは日本語でそれこそ言うと、経験分布って言います。経験分布というものを持ってきて、PX を、まあ、知りようないけれども、多分 P of X は P0X くに近いはず。だから、この P0X を、 手まあ何でしょうイメージ通りというか想像の範囲だと思いますけれどもこれは、えー、P0x は Px にきっと近いはずです、まあ、信じてるわけですよいしょだからデータを集めるわけです真実に迫るためにでそう考えると、まあ、当たり前のことですけれども、えー、N が大きいと、嬉しいですね。データが多ければ多いほど、そのヒストグラムがまあだんだん密度濃くなっていって、高さもえざっくりしたものじゃなくて、カクカクしたものじゃなくて、すごい滑らかなやつになって、確率分布 P of X をちゃんと再現してくれるはずでございますので、N がデータが多ければ正解に近づけるよねと思うわけです。まあ、これは直感的に正しいと。で、次にだ。<laughs> そうやって得られているものがあってそれに対して私たちがやらなきゃいけないことは何ですかっていうと用意するものそれがモデルですヒット P of x っていうものが裏にあるんだけどどんな関数形ですか知りませんガウス分布ですか知りませんわかりませんじゃあどうしますかうーん 俺の知ってる関数で表す俺の知ってる関数で表してその関数に多分いくつかパラメーータがありますそのパラメーターって何ですか今ガウス分布っていう日本語言いましたけれどもガウス分布だったら平均値分散値要するに中心の位置はどこでどれくらいの幅の確率分布かっていうのをコントロールするパラメーターっていうのがあるんですけどそれを動かすことによってこの P0x にできるだけ近くします。 だって P0X がさ、わかんないですよ。エクスポーネンシャルのハイパボリックタンジェントのハイパボリックコサインのとかすんげえ入れ子構造になってるかもしんないし、えー、よくわかんない。もう人類が目にしたこともないような複雑な関数かもしんないし、それはわかんないです。多分すげえ複雑なんですよ。だけど、複雑な関数になると、俺たち何もできなくなるので、何もしないのが一番愚かですから、じゃあ前に踏み込む勇気を持とう。前に踏み込む勇気を持つためにどうすればいいか。知ってる関数を寄せ集めよう。知ってる関数を用意しよう。知ってる関数を動かして変化させて、 えー、ぴったし合うものがあったら嬉しいなと願うというのがモデルです。というわけで PX に近いよというもので QX というのを用意します。で人はこれをモデルと言いますでこのモデルを何のために使いますかっつったら、まあ、人類の顔画像のデータから「 真似して作ったので多分人類の顔っていうのはこういうふうになりがちというのを学習してる学んでいる真似をすることができるモデルなのでこの子から顔画像を出してもらえば生成してもらえば人類の顔画像を模倣することができる、えー、捏造することができるわけですね。それが生成モデルで,すでこの生成モデルって歴史的にはすごい古い。 ののですけれども応用価値があんまりなかったのねだって想像してごらん顔画像をたくさん並べるでしょデータ学習するでしょで俺の生成モデルができましたそうかーっつってで何するんだいっつったら顔画像を作ります何のために <laughs> 何のために作るの使うの生成モデルの研究をしてると一番辛いのはそれなのね生成モデルができました あ綺麗なねえなんか景色の風景の写真を作ることができましたおーすごいなで何に使うのって言われる <laughs> 趣味そうなの趣味なのだけどこの前のそのディフュージョンプロセス系でそのテキストから文章あテキストから絵を作れるようになったとかテキストから音楽を作れるようになったっていうのは間違いなく革命なんですよ生成モデルもリミット外れると レベルを超えると使えるものになるんだなって僕はちょっとびっくりしましたそうだよこれが夢なんだよ人工知能くんに絵を描かせるのがでなんでかっていうとやっぱりね自分も絵描いてるから思うんですけど漫画描いてたりするからわかるんないですけど最初の一筆目超大変なのあんな感じの、えー、ここに女性キャラクターがいてここに男性キャラがいてで言い合ってるシーンを描きたいんだけれどもどの角度がいいかなみたいなことを考えながら人間って描くんですよ で構図を決めてよしこれでいこうってやるわけじゃないですかその試行錯誤がめちゃくちゃ長いわけだけどそれをねテキストで男性と女性が言い争ってるシーン朝昼夜とか、えー、それを後ろから見てるシーンとかそういうのと,きとりあえず適当に言うじゃんそしたらパッパッパッパ画像が出てくるわけよそしたらうんこれがいいってなるわけよ一瞬で済むわけでそれで俺の絵を描くっていうふうにするとかそこから、えっとまあ、肉付けしてって描くとか そういう意味ではねもう創作意欲かきたてまくられる状況なんですね。だからあこういう使い方をするべきだったんだなって今,今結構驚いてますね。 そうね、逆に画像から最適なテキスト生成されると画像診断できそういい研究ネタですね。あのね簡単に言えばさその何ですか腫瘍の画像とかが、まあ、あるんだと思うんですけれどもその画像をまあ見せるわけだな。でそしたら「が、え、ん、ー、です!」 っっって言って言くれたらいい <laughs>、まあ、それたたそは識別だったよが、ね、んですかがんじゃないですかってのはそうなんだけれども何、えー、ですかね何々の病,、ね、病気の可能性がこれぐらいあって、えー、手術をするとしたら何とか先生がやるといいとか <laughs> そこまで出るとかねそういうことになってくるのかなと思いますね。はい、ツールの一個ですそうだから これからは、あの、MacBook Air とか何でもいいんですけども、自分の PC にみんな生成モデルを持っていて、で、自分の何か創作をするために、一歩目として使うようになると思いますね。漫画のネームとかね。だから、多分、小説原作が書ける人が、それで原作の文章を書いて、それぞれの一行分ずつ、で、ちょっと違うなって言ったら、肉付けしつつ、えー、漫画のネーム割りするんですよ。で、それで、あの、 あの、お題 HY に書いてもらうとうんですね。<laughs> 違うな。 えー、原作付きだったらおばさんですかねとかねそういうふうに書いてもらうとかいうことができるのかなと思いますあ Google Classroom 入れましたねありがとうございますシラバスに記載されているコードが更新されましたあじゃあシラバスに記載されているコードが違っていたんですねあの野郎いな感じですけどよかったよかった、はい、で一方で AI アートは炎上しがちですねまああれですよ結局何でしょうね使い方の問題中かあのそれで何をするかに邪気が入るとダメですよね <laughs> それはどんな技術でもそうだと思います。いずれにせよ、その P of X、人類がまあ喜ぶ、例えば漫画を学習させてとかね、そういうのも含めて味付けすることはできます。で、その味付けした際に、俺のできる範囲で、その P of X を真似しようというわけです。で、その時に、単純に、まあ、先ほど言いましたけれども、 何かガウス分布の関数だとかハイパボリックタンジェントだって知ってる関数でやるのはいいんだけどそのやるやったその知ってる関数をパラメトライズ動かせるように変換できるようにしておきましょうなのでこの q of x っていうあなたの生成モデルあなたのモデルには必ずパラメータを θ 仕込んどいてくださいね えー、このシータってのは厄介でいろんなパラメータがその関数の中にはあります平均分散とかねありますけれどもその一色他にひっくるめてシータって書いてありますのでご注意いただければと思います、はい、文字があ文が x の上に矢印ついてる文,文字に見えてきた <laughs> 消してるとおかしい <laughs> AI アートは学習元が無断天才だったりとかで盗作なんじゃないかという問題が騒がれてますねだから著作権って本当崩壊しましたよね だからそれをどうするかですよね。いや今まで通りガチガチにするのが日本なんだと思いますね。でもいいやってって開放してくんじゃないかな、他の国はっていう気はしますね。だからこれから困るのが生成されまくるので、人間が描いた絵が少なくなるんですよね。人間じゃないものが描いた絵がもう接見されるので、このデータは何なんだみたいな状況が出てくるので、それはそれでまた新しい時代が始まるのかなと思います。 で続きですけれどもはい P of X っていうのは私たちは知りようがありませんので q タ x というものを俺らが用意してでそれを動かすことによってできる限り真似をするしかありませんこれがまあ今置かれている状況でございますで、えー、何度も口で言っておりますけれども ポイントは、おいしょ。まあ、パラメトライズ、パラメトリックって言ったりしますけれども、θ というパラメータを表す、まあ、記号でございますが、えー、これで可変にしておきます。可変にしておくことによって、p of x に、まあ、真実にできるだけ近いモデルを用意しようというわけです。ですね。で、この可変にすることによって、データに合わせることができます。 データに合わせる私たちは P of X そのものを直接アクセスはできないので与えられてるデータに合わせることで、えー、P of X を再現しようと思っているわけですで。世の中ではこのデータに合わせることを学習と言います。学習の学は学ぶでございます。学ぶの語源は真似ぶでございます。だから真似することなんですよ。データを真似するっていうことで学習というものが始まります。はい。 社会人ですけど社会人大学院に行きたいんですけどどう思いますかやれやれ <laughs> あの普通に家庭博士をそのストレートに大学院 M からその D とかね行くっていうのはまあやっぱり生活の面で。 しんんどいんですよねあの多分親御さんであったりとかご親族ご,ご家族に対して理解を求める説得とかいろいろしたんだと思いますけど僕も自分がやった時は自分で授業料から生活費から払ってたんで文句言わせねえぞっていう形で行きましたけどつらかったですね,ねその点、まあ、あの会社さんによるかもしれないですけど社会人ドクターの場合には、まあ、お給料もらいながら生活の基盤はありながらできるっていう部分はあるので研究自体の時間はね、えー、そがれる部分はあるかもしれないですけれどもいや研究 で詰まっっったたに仕事があった方があ方いいっすよ研究に詰まるとやることがねやろうとしたら研究が詰まってる何をしたらいいんだっていう状況になるのでそれよりはあの全然生活があるとか会社がある仕事がある方があの気が紛れていいんじゃねって思いますので僕はそれはおすすめだと思います。はい、でじゃああったわけですその例を紹介していきましょう。よいしょ でえっと、今日それをまあめちゃくちゃやるわけではないですけれども、えー、一例としてよく知られているのが、ボルツマンマシンでございます。ボルツマンっていうのは、まあ、物理の、統計力学の、えー、エントロピーとかを提案した人でね、まあ、統計力学の始祖にあたるわけですけれども、ボルツマンさんというのがいます。でそのボルツマンさんは、えーまあ、ギブス・ボルツマン分布でも有名ですけれども、えー、こういうその、まあ、画像ではなくてもともとは、 え原子分子とかのミクロな自由とミクロなものが確率分布に従ってるよ。でその確率分布っていうのはこのカノニカル分布とかギブス・ボルツマン分布とか言ったりしますけれども、えー、統計科学の分野では指数関数分布属って言います。こういうふうに書くことができるぜって言ったんですね。<laughs> なので生成モデルとして確率的な確率分布を。 私たちの知っているもので用意しますと。で、ボルツマン分布っていうのがあるから、もしくは指数関数分布属っていうのがあるので、それを利用しますと言ってるわけですね。で、この e た x って書いてありますけれども、ここの部分のことをエネルギーって言います。これは、えっと、物理の用語から来てます。まあ、あの運動エネルギー、位置エネルギーのエネルギーです。そのまんまです。<laughs> でそれに対してさらに zθ ってありますけどこれ何っていうと規格化定数ってやつですね。えーまあ、x が離散、まあ、的であったら和を取りますし、えー、連続値だったら積分してください <laughs> で。とにかく積分なり和を取るなりして全部こうやって足し上げます。でそういったものを分母に仕込んでおくと 9θx を全部積分する足し算をすると。 1> 1になりますそう確率分布なので全部足し算したら100%っていう風に規格化してほしいんですね。なので、えー、と規格化のための定数ということです。だけどこれは物理の世界では重要な意味がありまして、えー、分配関数と言ったりします。パーティションファンクションですね。物理の世界ではこの分配関数を計算することができたら論文1本という。 ものですえー、なんですけれどもですね、この統計の世界ではね、ただの企画化定数ってことで扱いがちょっと低いと。いや、なことはないんですけどね、この企画家定数からいろんなものがほじくり出せるってのはもう承知の通りなんですけれども、一応、扱いとしては企画過程数でございます。はい。 シターはいわゆる NG のモーメントででございいますでしょうかいやそうでもないですよ。<laughs> ちなみにうちの、えっと、研究室の先輩が定年退職を大学院に来てたのでいつでも行けると思います。<laughs> いいね定年退職したら時間があるからね。あのそういうのでさあの俺もなんつうのの <laughs> 本当にさ。 <laughs> すごいね。いや、チャンネル登録者数が増えてくれたのは嬉しいですけれどもね、あのこんな風にねあの、ごめんなさいね、皆さん <laughs> あの、よからぬものが映ることも出てきましたけれども、えっと、まあ、ありがたいことにね、えー、お客さんが増えたことの少者だと思って、えー、皆さんにあの苦痛はあの強いられないんですけれども。<laughs> ななんだろうな頑張っていきます、はい、で物理と情報の融合領域で社会人 D を取ってる研究室見つからないので厳しい、えっと、物理の情報の融合領域で社会人 D を取ってるあ社会人 D を取ってる研究室あそうなのうち取ってるようちの博士課程はあれですよほとんど社会人ドクターですよあやっぱりねだから <laughs>、まあ、ある種のデュアルディグリーじゃないけど物理学科の学生さんだったとか え情報系でまずはね、修士までやりまして、就職活動して、で、そうしたらなんか物理の知識があると、情報のアルゴリズムとかが理解できるんだよねって知っちゃったもんだから、いやー、物理も知りたいなーとかね、あと量子コンピューターとか、まあそういう意味では物理と情報、両方知らなきゃ分かんないよねみたいな分野が出てきたので、えっと、そういう意味でも、あの物理と情報の融合領域のニーズが高まってるんですよね。で、社会人ドクターは取ってるんじゃないの、普通はって思ってるんですけど、うちはあのもうフルフル取ってますので、あのいくらでも、 来ていらっしゃって、絞理由書とか、あの面談とか、面接とかしますので、えー、来ていただけると思います。うち、社会人ドフター多くて、あれですよ、それこそあの人生経験豊富な皆さんから、大丈夫、なんとかなるよっていう励ましをうちの学生さんにね、あのそのまま20代の、ね、学生さんにしていただいてたりして、あのそういう意味でも助かっておりますので、ぜひともご検討いただければと思います。はいでまあ、こういうい まあエネルギーという部分を残してますけれどもこの指数関数の型にエネルギー関数というのを用意してそのエネルギー関数群にパラメーターをまあ具体的にどんな形してるんですかっていうのは後でできますけれどもパラメーターを与えてこれを動かすことによって q シー,ターを間接的に動かすとでこの q シー,ターを動かすことによって P0x データ x にうまく合わせることによって最高の世の中のデータに合わせた生成分布生成モデルを作る 生成モデルたる確率分布を作ると。そういう根端。それをやってるのがボルツマンマシンでございます。まあ世の中的にはボルツマンマシンっていうと、そのプラスマイナス1の変数、X 君がプラスマイナス1を取るよねっていうものに限定された、それこそイジングモデルっていう物理のそういうモデルがあるんですけれども、それをまあイメージしがちなんですけれども、ボルツマンマシンって結局これですよねと。 エネルギーがあって指数関数分布属にあるものですよねってカッパしてしまえば非常に広い範囲の問題がボーツマンマシンでございます。で、はいこういうふうにじゃあパラメトライズしてモデルをあなた用意しましたね。じゃあ何をするんですかね、やることを明言しましょう。はい、やること。だからまあ ボルツマンマシンって80年代、70年代、結構古いんですけど、まあ、物理と情報のある意味融合の、ね、分野の一つでございますね。で、物理の計算手法を使って、昔は物理ボルツマンマシンの学習をそれこそやっていました。まあ、後にまた繰り返しますけど、このボルツマンマシンってね、難しい割にはね、あんまり利得がないんですよ。 だから、まあ、廃れていった、ちょっと古い、えー、話でございます。なので、この授業では、一応、ボルスマンマシン扱うんですけど、ある意味、用語として、まずは最初押さえるだけで、まあ、深くは立ち入りませんけれども、深く立ち入るの後半ね、前半は、とにかく、えー、生成モデルとして、ディフュージョンプロセスを理解する。そこに向かいます。 流行りに乗っかる、はい、<laughs> でやることは何ですかっていうとあなたが用意した q シーターをできる限りそのデータに合わせましょう。でデータも確率分布として、えー、扱いますというわけですね。じゃあこういうことを考えましょう。できるだけ近くしましょう。つまり距離を短くしましょう。で何を距離 d。まあそれは後で用意しましょう。 で、確率分布 P、まあ、真のモデルとか言ったりしますけれども、世の中の画像を作っている親玉みたいな、神様みたいな確率分布です。で、それはどんな分布ですか知らん。けれども、俺の目標は、Qθ っていう俺が作った、まあ、モデルがあるわけだ。これ、俺モデルですよ。妄想ですよ。その俺モデルと、えー、なんとか、えー、真のモデル、P。 世の中の画,像分画像のデータを表す分布を合わせたい。でその際にこの D くんっていうのは、まあ、ディスタンスから来てるんですけれども分布間の距離を測るものだったら何でもいいよってわけです。何でもいいんだよ。<laughs> P と q シーターのとにかく距離を測ってくれるなら何でもいいんですよ。こういう考えというかこういう情報も重要だね。はい だから、あなたの持ってきたよくわかんない距離を使って、新しいアルゴリズムを使うことも全然いいんですよ。作ることも全然いいんですよ。だけど、そのアルゴリズムが他の方法、他の距離を使った時よりも、どんなそのメリットがあるのかっていうことは、ちゃんと考えて提案してほしいなと思います。なので、ここで重要なのは、はい、D の正体というよりもモチベーションです。何度か繰り返しておりますけれども、できるだけ、まあ当たり前ですが、えー、本物である P に近く。 できるだけ P に近くあってほしいというのが願望です。それをすることができるんだったら、悪魔に魂売っても全然平気でございます。はい。KL ダイバージェンスに限定しません。<laughs> しちゃうんだよね。その <laughs>、まあ、教科書だったりとか、まあ、何かしらのウェブ記事とかで D は KL です。いや、もちろん僕も最初 KL でやるんですけど、別に KL 以外でもいいんですよ。やりたいことがそれなんだから。とにかく P に QC た俺モデルを 俺のの妄想を世の中に近づけけるわけでしょでその距離がどうその定義されるか近いなり遠いなりを言われるかは別に任意じゃないですか。どういうふうにしたっていいじゃないですか。でそうするとどの部分を強めたいどの部分を大事にしたいっていうこだわりを表すこともできるのでそういう意味であえて言おう、D、は自由なんですこれを知らないと結構みんなそういうもんだなんだなって思い込んじゃって新しい方法を作り出せなくなるんですよ。 自由なんです。だからこの場合にはどんな性質があってこれを使うとどんな性質があってこれはこういう良くないところがあってこれはこういう、まあ、メリットがあってっていうことをちゃんとですね、えっと、学んでほしいなと思う次第でございます。はい、で、えっと、残念ながらその、えー、P 君数式にさあなた知らないこと書いたらダメですよって。 P of X に近づけたいです Q シータはあなたの妄想だから勝手にしてもいいけど P of X っていうのは真の分布ですもう世の中のなんかありとあらゆる画像データを知ってる神様ですそれを数式に書くんですよありえねえだろだってお前知らねえんだから <laughs> はいというわけでどうしますかってったらあるものでなんとかするしかないですだから今あるもの作れるものっていうことを先に明言しましたけど、えー、あるものって何ですかってったらデータしかないんですよ だから、あるもので禁止しましょうと。これがモチベーションでございます。で、P は私たちは知りません。だけど、P0 に近いはずですよね。じゃなかったらそのデータいらねえよ。<laughs> というわけで、P0 くんはデータ由来ですから、しっかりと持ってます。なので、この P0 を使って、その P0 との距離を、 小さくしましょうということで、えー、代弁するとお茶を濁すというわけですね。はい、D は P0 と Qθ の距離というものを使ってやりましょうというわけです。で、その際にミニマイゼーションするときに動かせるのは何ですかしったら θ ですよね、えー。あなたの妄想モデルを修正してください。えー、実際のデータに合うように、ね。これがやらなきゃいけないことというか、これぐらいしかできません。はい。 でまあ、先ほどチラッと出ましたけれども、まあ、そういう分布の距離を測るということで、まあ、有名選手だからまあ使われますけれども、一番最初に学ぶのはこれですね。カルバックライブラーとかですね。よいしょ。カルバックライブラー情報量ダイバージェンス。カルバックライブラーダイバージェンスをさ、情報量って翻訳したやつもすげえよな。ダイバージェンスですよ。 ダイバージェンスをどっからどうやって情報量という言葉に翻訳したんでしょうね。さっきの明治維新しかりさん。その頃にはなかった用語なわけですけど、すごいよね。これを情報量って、まあ、エントロピーとかの関連から来てるわけですけれども、いやー素晴らしいですね。うん、で、この DPQ。ちょっと添え字とかめんどくさいので省いてますけれども、えっ、ー、と、これは定義しましょう。こういうふうに。 p of x ででけて足し算し算ままくりますなので期待値でもあります期待値ご存知ですよね。確率の重みをかけて足し,足,し足し算するものですね。だから何かの期待値になっていて、何の期待値ですかっていうと、Q of x 君と P of x 君の比です。だから相対エントロピーですね。よいしょ。<laughs> こういういいものを計算してて期待値取ってください、はい、自己情報量の差の期待値だから情報量って言ってると思ってました。うん。まあ情報量の差だからですね。うん、ダイバージェンスから情報量って飛びがない <laughs> ダイバージェンスって何って感じしませんまあね、僕らは情報量だって知ってるので、ダイバージェンスと情報量ってね、あの他のダイバージェンスが出てきても、あのそう思えばいいんですけど。 そう思って読んでもちょっと違うよねこれの意味っていう時もありますけどね。<laughs> あのもちろん連続変数の時には積分するとかそういった一応の修正は必要ですけれども、えっと、こんなものを考えます。で、えっと、このダイバージェンス君のですね一応性質がありまして一応 <laughs> 知ってると思いますけれども一応1つ目は、まあ、やっぱり距離になってほしいので、まあ、大きさを持ってくれる。 大きさを持つってのは何かっていうと0以上であってほしいと。まあそうすると離れてるねっていうことがわかるし0になった時は当然ながらこうでないと困りますね。よい0になるイコール0統合成立条件ですね。それは p of x くんと q of x くんが至るところで成立している。等しい時ですね。 だから正しく、えー、Q くんと P くんが一致しているときに、よいしょ。<laughs> 0になって、で、それ以外のときにはあ、離れ具合に応じて大きい値をとって距離になっているというわけです。はい。で、2番目の特徴は、えー、よからぬ特徴でもありますけれども、よいしょ。P、e、と Q を持ってきましたが、えー、と Q と P っていうふうに入れ替えた場合に、よいしょ。 等しくないです <laughs>、えー、非対称なんですね。まあ、ユークリッド距離とか、その何だ、えーと、2乗誤差みたいなやつで測る距離とは違うんですね。あれに対称なんですよ。入れ替えても同じ値なんですけど、これの場合は残念ながら、対称ですよね。P が2回出てきて Q1 回じゃないですか。もうそれだけで非対称ってわかるんですけれども、非対称なので、あんまり嬉しくないんですよね。それが KL のよろしくないところでございます。はい。 なので、えっと、これは一応用語としては距離と呼べないよと言ったりされることもあります。距離だシュード、えー、ディススタンスですと言ったりもしますまあただ、そういう不都合はあるものの、まあ、一応ですね、これで、えっと、情報幾何学もそうですけれども、まあ、ある種の構造を生み出してくれて、まあ、議論しやすい部分もあるので、まあ、許したってくれよということで、まあ、使われることが多いです。 でちなみに、この、えっ、ー、と、絶対正ですよっていう条件は結構重要でございますので、えっ、ー、と、それを示すことをしておきましょう。<laughs> <し>ょ <laughs> えっと、まず最初に、まあ、二通り示しますけれども、一緒。ギブスの不等式。まあ、このカルバックライブラ情報量が正であるっていうのは、ギブス不等式、ギブスの不等式とか言ったりしますけれども、 d の p の q というものをまあ用意しましたと。で、その時にまあ x でえっと期待値を取ってくださいね。p of x で期待値を取ってくださいね。えー、ログの qx 分の px ですと。で、x はベクトルですと。まあ、これが定義なんですけれども、えー、こいつが絶対性であることを示しましょう、ね。レポート問題にありがちなやつですけれどもね。よいしょ。 で、こいつは、まあ、何が嫌らしいかっていうと、ログが嫌らしいんですよね。ログさえなければ、まあ、そんな難しい話にならなかったのに、ログが嫌がるせいで、まあね、えー、嬉しくない。じゃあ、ログってどんな関数よってことを思い出します。えー、1を通るときに0になります。で、まあ、こんな感じで、マイナス無限大から、えー、プラス無限大まで、体を反るかのよ。えー、行くのがログ君でございます。 で実際、ここをマイナス1から始まる1次関数に対して、ちょうど1のところで接点を持って、同じ傾きを持って、その後離れていくという性質を持ってますね。えー、こいつが x-1。で、こちらさんが logx です。なので logx は x-1 を絶対に上回ることはできません。そういう性質があります。 なので、ログ x と、x-1。こういう関係がございます。で、これ重要で、まあ、要するに、ログ x は x-1 を超えられない、まあ、天井みたいなもんであるというわけですね。この性質は、ぜひとも覚えておいていただければと。で、えっと、両辺にマイナスをしていただくと、ログの x 分の1は大きいよ、1-x よりもねっていう式になりますね。 そうすると、ログの、えー、不等式を用意することができて、えー、これで式変形すればあ、絶対正であるということを示すことができんじゃねつって、ちょっとチャレンジしてみましょう。でそうすると、ここにログが見えます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、ログ X の方を使うわけにはいかないですよね。<laughs> 何よりも大きいって言いたいので、えー、ログ X 分の1を使います。で、そうすると1、1ひく X。 よりも大きいよってことを使うことができますので、じゃあこいつ、お前さんが、えー、x 分の1であると、えー。そういうふうに使います。で、そうすると、不等号が成立いたしまして、はい、x、p o x というわけですね。<laughs> で、1引く、えー、逆数にしなきゃいけないので、px 分の qx、1引く x に相当するやつです。こんな感じになります。 でそうすると、まあ、分配法則で普通に割り振って計算しましょう。x で和を取ります。p of x かける1で、マイナスして、px と px が分母分子にあるので約分します。マイナス qx。で、どちらも確率分布として成立している、定義しているわけですので、まあ、こいつは少なくとも1だし、 で、あなたの妄想した Q of X っていうのも、ちゃんと確率分布にしておけば、イコール1でございますので、1-1、えー、でございますから、あ0ですね、ということが言えます。なので、0以上ということが言えます。で、実際に、あとは P of p イコール9ですね。を代入するとログ1で0になって0を足し算したって0なので0以上でその統合が成立するときは具体的代入で P イコール9のときだねっていうことが分かるというわけでございます。よしやったというわけですね。これが一つの示し方。でこれが、えっと、このカルバック・ライブラーが、えっと、正ですよっていうのをギブスの不等式って言ったりもします。 でまあ、もう一つの示し方は、まあ、先ほど、期待値であるっていうふうに言いましたけど、その側面から示す方法です。源泉の不等式ですね。を使うパターンでございます。まあ、源泉の不等式は、突関数の表現。まあ、突関数ってま、まさにこのログの形もそうですけれども、えー、こういうふうに、ちょっと何線よりも膨らんでるみたいな感じですね。 例えば今の場合だとログ君っていうのはここの点からここの点に結んだ距離あ結んだ距離じゃん結んだ直線よりは外側に膨らんでますよねそういうふうにまあ曲がっていてである直線よりもはみ出てるっていうことをまあ見るんですけれどもそういうので突性関数の突性っていうのをまあ議論することがありますでそれを利用すると不等式を作ることができますね えっと、まあ、例えばすげえ分かりやすいこれです。上に凸の2次関数みたいなやつを用意します。で、そうしますと、ある点 A がありまして、ある点 B がありましてと。適当です。用意しました。で、その時に、えっと、その A と B のちょうど中点、2分の A たす B ですね。それは必ず上にあります。何よりもっつったら、 この A 君と B 君の点の平均値よりも上にあります。っていう性質がございますね。で、こういう場合に Fx は上に凸と言います。膨らんでますよ。で、上に凸だったらこんな性質が示せます。中間点、まあ、平均値の2分の A たす B のところは2分の Fa と。 FB の高さの平均値よりも上ですよというわけですね。FA と FB。こういう性質があります。だから足したものの関数か関数を足したものかで比べると足したものの方が小さくってでその平均値の時の値。 F の中に平均値が入っている場合と F の外に平均が入っている場合で比較したときに不等号が出てきます。はい。で、それを一応キャッチフレーズ的に言うとこっちは F を平均してますよね。で、こっちは平均の F です。これに差があるよ。で、上に凸の場合には平均の F の方が膨らんでるせいで上に行くよっていうわけです。 でこれを一般化して使いましょうあ。もちろん逆もしっかりですよ。えっ、ー、と、単純にこういうふうに下の凸の関数をイメージしていただいて、A があって、B があって、つって、で、その中間地点である2分の A たす B っていうところがありまして、つって、下に凸。で、その A と B の値の中間点、F の平均ですね。で、それよりも下にあります。そういう場合のことを下に凸と言います。 fx は下に凸つ。この凸関数の議論の方法ね、もう素早くできるようになると研究ライフが幸せになりますよ。2分の a たす b は、はい、下側に今度はなります。2分の fa プラス fb ですね。これもャキャッチフレーズでいきましょう。f を平均したものがありますと。それが右辺。 で、それは上に凸か下に凸かによって代償関係入れ替わりますけれども、えー、平均の F と比べて平均の F と比べて下に凸の場合には下側にいます上に凸の場合には上がります図を書けばすぐ思い出せますというものを利用しましょうなぜか えー、情報量の式は期待値なんですよいや先生2分の1の場合しかやってないじゃん2つのやつしかやってないじゃんとか言うけれども、えー、一般化できるでしょ <laughs> 2つずつやってきゃいいんですよ。でそうするとどん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 その足し算してったやつ。 が増えていきますのでそれで一般化することによって p ofx っていう重みをつけて足し算をして平均を取ることはその平均の f を取ったことととったやつと比べてやっぱり不等号が成り立つってことを示すことができます。で実際に、まあ、これをイエンセンの不等式、まあ、突然を利用した不等式のことをイエンセンの不等式って言うんですけれどもこの p 君と q 君の場合にやってみます。イコール <laughs> もともとは p of x くんがいて、で、ログの9分の p って書いてたと思いますけれども、これをこういうふうにしておきます。p of x, q of x。入れ替えます。な、かログを入れ替えるので、マイナスになります。で、そうすると、よいしょ。マイナスのログっていうのは、えっと、さっきは上に凸つだったですね。こんな形でした。こうかけない、こうすのか。 で、それがマイナスされてるので、下に凸になります。はい。下に凸。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ログは上に凸だけど、マイナスしたので、下に凸というわけです。で、その時に、これを見てください。p of x で、平均取ってます。マイナスログっていう関数の平均を取ってます。だから、関数の平均です。 でそしたら不等号成り立つじゃないですか。下に凸の場合には F の平均っていうのは平均の F 以上ですよっていうことを言えるので、これを使います。よいしょ。マイナスログっていうのは下に凸でございます。だから F の平均は平均の F 以上です。で、今 F って何ですかって言ったらマイナスログのことです。じゃあ、平均です。よし。平均の F。平均取りますよ。 で P of x の Q of x ありますねはいじゃあ P of x の Q of x 中にぶち込みました、うん でそうするとあ分母と分子に p of X がありますね、えー。もしも覚えてない時に上に凸ってやって <laughs> 上に凸でやると上から蓋をするので全然成立しねえなってなって上に凸を変えたくて無理やり下に凸に変えるためにログをマイナスログにして分母分子を逆にするっていうふうに考えます。でそれでえっといつものの場合に成立する不等式の関係を利用するとあら見事に p of X が消えて嬉しいねっていうことができますと。 で、そうすると、えっと、x は q o f x にかかります。そうすると、足し算すると1です。マイナスログ1です。な、ログ1は0でございます。なので、0。やっぱり0以上ですね、っていうことが言えますと。この x と q o f x でイコール1。こんな感じで、えーまあ、どちらにせよ、突性を利用してるんですけど、 ログ X が X 1よりも下だよっていうのも突然を利用した1、えー、つの性質ですけれども突然を利用することによってこの KL 情報量が絶対正ですよっていうことを示すことができます。はい。では <laughs> 意外にもう終わりなのね。早いな。よ <laughs> いしょ。<laughs> こんな感じで、ねえっと、例えばール情報量を利用します。それ以外にも別に何とかノルムとか使ったっていいんですよ。L1 ノルムとか使ったりすることもあります。確率分布の差をとって絶対値をとるとか。そういうふうにして距離を測ることもありますので、えっと、問題に応じて示したいことに応じてやっていただければと思います。 でこのボルツマンマシン、えっ、ー、と、Qθ ーーイコールエクスポーネンーシャルマイナスエネルギーって書いてありますけれども、その部分について、いろいろとパラメトライズして、えー、皆さんの好きな関数をぶし込んで、何が好きですかやっぱ2次関数ですか ?1、えー、次関数ですかとか、えー、ディープニューラルネットワークとか好きですかそう。ディープニューラルネットワーク、ここにくっこんだっていいんですよ。何でもいいんですよ。あなたが用意できる関数だったら、もうここにボーンって持ってきていいんですよ。 で、そうすることによって Q シータを複雑にしましょう。まあ、今だったらそれぐらいの発想はあります。昔はね、そんな発想なかったんだよ。なんでか。 計算できなかったから計算で Eθx っていうのはそんな難しい関数は入れられなかったんですけどえ今はコンピュータータ優秀で GPU をサスタバでほっぺた叩いていろいろ買いまくってですね詰めは Eθx っていうのはコンピューター上であればめちゃくちゃ複雑な関数作ることができるのでその生成モデルとしてえ皆さんもいくらでも複雑なものが作れるようになってきた。 だから世の中の複雑性に対して対峙できるようになったよねっていうのが今なんですよ。 ただそれで金に物を言わせたって、えっと、追っつかないものは追っつかなくって、うまく計算しやすい、GPU に計算しやすい、CPU に計算しやすいやつでもいいんですけれども、コンピューターアーキテクチャ、計算の特徴に合わせて、EC 対 X っていうのをうまく合わせていくと、人よりも早く GPU の枚数少なめに計算済ませられることができるので、いいアプリケーションを生み出したりすることができます。 で、まあ、今はそうだけどさ昔はねコンピューターなんてなかったのよっていうのとコンピューターがしょぼかったのよでその歴史を引きずって手で計算できるものっていうしかも授業中でできるものっていう意味でも手で計算できるものっていうのも一応紹介する必要があるかなと思いますちょっとめんどくさいので1、えっと、変数にしときますねはい qθx として、今ちらっと出ましたが、エクスポーネンシャルの2次関数を考えましょう。2シグマ2乗の総ガウス分布です。まあ、ガウス分布はね、必ず毎日1回はやらなきゃいけないものでございますので、押さえておきましょう。よいしょ。平均 μ、期待値 μ の、えー、ガウス分布。分散はシグマ2乗です。 でこういう場合に Zθ、はい、Z 規格化定数、計算できますよね。大丈夫ですよね。<laughs> いきなり突然あの思い出したかのようにやるとですね、えー、となんだっけって思うことがたまにあるんですけれども、積分します。で、Qθ のこのね、えー、エクスポの部分を積分してあげてください。い <laughs> そうすると、規格化定数が出る。 でこの形を見て、えー、別にね、あいつものあれだって思うようになっていれば正常でございます、えー。マイナス無限大から無限大まで積分をしてください。エクスポーネンシャルの、えー、マイナス2分の 1AX2 乗という形になっていれば、ガウス積分と言います。で、そのガウス積分は、ルート A 分の 2π。大学の1年生の時の解析学とかでね、学ぶんですかね。いしょ。<laughs> あの極座標に直すとすげえ簡単な計算になります。えー、x しか2じゃねえかっていう人は y を持ってきてください。y の積分で x ポのマイナス2分の1の ay2 乗って同じ積分を用意してきてください。そうすると x2 乗たす y2 乗って言って円になります。x2 乗たす y2 乗は r2 乗です。極座標変換してください。dxdy は rdθ になります。dθ の一周の積分は2倍ですね。ほら、こっから出てくるんですよ。で、2, 乗2個。 かかけてるからルートなんですよ1個分は。っていう風にすればすぐに計算できます。はい。で、このガウス積分を利用すると、このめなんかやたらめんどくさそうなやつも、はい。シグマ2乗分、あ、シグマ乗分の1が a に相当しますので、これに従うと、はい、2π のシグマ2乗ですね。と。まあ、ガウス分布の規格化されたいつもの形がこれで出てきます。 えー、ルート乗分ののエクススポのマイナスこんなところから始めますからね、初回だからね、えー、2回目はこれよりも上だよ、3回目はもっと上だよ、はい、<laughs> ちゃんと押さえてってね <laughs>、はい、こんなものが出てきました。まあ、これ何をしてるかっていうと、何がデータが一次元的な数値のデータが与えられました。例えば身長、例えば体重とかね、例えば年齢とか、まあ、そういう数値の分布が与えられた。 32歳です、31歳です、25歳ですとかね、研究室の学生さんの年齢分布とか、まあ、それが X 年齢だとしましょうと。でそうしたら、まあ、何か平均があって、分散、広がりがあるだろうな、それをまあエスティメートすると、その皆さんの学生さん、研究室の学生さんの年齢の散らばり具合とか様子とかが分かって、そこから確率分布から生成させると、次に来る研究室の学生の年齢は何歳ですって出てくる。 興味ない <laughs> 興味ないけど、例えです。はい。まあ、そんなことができたりします。次のお客さんはどんな人がやってきますかつってね。まあ、ある種の予測にもなるし。 ある種のんでしょうね、えー。ゲーム的な意味ではバグを発生させてデバッグをさせるみたいな。えー、顧客対応の練習をするために、お客さんは、えー、身長何センチ、体重なんか興味ないですね。年齢何,何歳ぐらいのお客さんがポンって生成されて、えー、その方にあなたはどういうふうに、あのー、対応しますかってって営業の練習をするとかね。そういうのに使えたりするんじゃないですか。今無理やり応用例を考えてますけど。はい。 で、その時にやりたいことは何ですかえー、距離を最小化しましょう。何との距離ですか ?p0 とあなたの q っていうやつです。で、そうするとこんなのが出てきます。途中で終わっちゃうね。p d p 0 q タイコール、あ、ちなみにこのシータっていうのは、ねえじゃん先生。シータなんてここにって思うでしょはい。ここです。シグマ二乗です。ニューです。 そうこういうふうにその <coughs> 確率分布を特徴づけるもの全てです。この場合は μ でありこの場合はシグマ2乗です。だからモデルによっていろいろとパラメータのセットは変わります。今のだから2パラメータなんですね。でこの2パラメータを動かすことによって P0 に一番フィットするやつを探してこいというのが、まあ、ある種の例題命題でございます。はい。簡単だよね。はい。インテグラル 連続値の場合には積分してください。p0x とログの、はい、ログの p0x マイナスログの qx っていうことですよね。qθx。だからあれですよ、対数、確率分布の対数を取ったものの差、誤差を取って、それの期待値を取ってます。だから期待損失です。 あこれ、経験分布かごめん。経験変形ですね。それを計算していることになります。これで、えー、経験平均値を取っていて、ここで対数の誤差を取ってます。対数の誤差。な日本語に翻訳してます。対数の誤差を取りまして、えー、それの経験分布による平均。経験って何つったら、実際に出てきたデータで平均を取るということです。よいしょ。<laughs> で、ログの 9θ なんていう計算をするもんだから、はい、エクスポーネンシャル外せばいいですよねってことが分かります、えー。具体的には、マイナス2シグマ2乗の x 引く μ が出てきて、えー、次にマイナス2分の1のログの 2π のシグマ2乗なんてのが出てくるというわけです。はい、で、ただし、もここで終わりますけど、よいしょ。<laughs> 次回も復習しながららやりますすからね大丈夫ですよ考えるのは何をすることなんですかって言うと最小化問題を解いてくださいしかも θ について動かすことによって考えてくださいっていう話なのでパラメーター以外どうでもいいんですよ例えば p0x ログ p0x って関係ないじゃんパラメータにシーに θ 動かしてもお前定数じゃんだからいらないよね で、こっちもそうです。マイナス2分のシグマ2乗分の1、x-μ。ここが重要ですよね。だけど、マイナス2分の1のログの 2π のシグマ2乗、ここのシグマ2乗は重要だけど、ログ 2π ってどうでもいいですよね。だからそういうところはほっときまして、はい、シータに関与するところだけ、はい、シータのみだけを興味対象として抜き取ってきます。 でそうすると、インテグラル P0X はまだ残ってて、ログ P0X はどうでもいいので消して、マイナスつけて、マイナスつけて、はい、プラスですね。はい。2シグマ2乗分の X ひく μ の2乗。で、プラスの2分の1ログの2イいらないですね。シグマ2乗です。はい、こんな風な式が出てきます。 おめでとうございます。であと残されてるのはその P0x についての積分で x 君ここにいますのでここだけちょっと注目しなきゃいけないですね。で第2項は X いらっしゃらないので P0x で積分するってことは、えー、確率分布を全部足すってことです。ってことは確率分布は全部足し算したら規格化されてるので 100%1 になるはずですので、まあ、この2分の1ログシグマ尋情っていうのはそのまま残るねっていう話です。 だけどそそのののの P0X X とと、まあ、積分こころが残ってまますすす。で、そこを評価すれば、まあ、最終結果になりますはいじゃあもうちょうどね2時半前になりましたので延長して皆さんの人生に邪魔するわけにはいかないので <laughs> 盛り上がったところではありますけれども、えっと、次回に持ち越ししたいと思いますえっ、ー、とクラスルームのね登録ができるようになっているそうでございますので、えっと、受講者の方々クラスルームの方にですねログインしてください ね、他にももしかしたら友達だったり、先輩、後輩だったりで、えっ、ー、と、受講したかったけれども、クラスルームがよくわからへん状況だったので、でやらなかったわ、みたいな人がいらっしゃったらですね、あできるようになったよ、なんかあれ不具合だったらしいよ、つって、あの、何ですか、連絡網でなんとか回しておいてください。連絡網って、LINE かなんかで言っといてください。はい。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、次回は、 次回は、えっと、13日ですね。木曜日で、いつものように1時から始めます。で、また you じ、ね、YouTube で公開いたしますので、えっとね、えっと、リンク、URL を追っかけていただいて、まあ、チャンネル登録していただければそれが通知されたりするので、あの間違いないかと思いますけれども、ご協力いただければと思います。 はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でございます。えっ、ー、と、皆さんもねあの、復習まだしなくてもいいかもしれないですけど、えっ、ー、と、おっつかなくなるぐらいになる前にですね、えっ、ー、と、アーカイブもありますので、それで復習しながら、えー、生成モデルライフを楽しんでいただければと思います。あの、実際に、生成モデル、拡散モデルで検索していただいて、人工知能がどういうふうに絵描いているのかっていうね、様子見たことないっていう方は、ぜひ見ていただいて、 マジで <laughs> こんなことできんのみたいな感動はしていただけると嬉しいかなと思いますあちなみに来週仙台市の小学生何人かに向けて東北大学であのイベントをやってあの最先端の科学技術を紹介するみたいなところなんですけど 実験が、実験教室があるんですけど、僕ら物とか何にもないので、紙とペンしかないので、その目の前でなんか計算するってすごいかっこいいことやろうかなと思ったんですけど、それで受けるほど小学生って甘くないので、しょうがないので、これやります。生成モデルでプログラム書いて、生成プロ、生成モデルで、えー、小学生たちが絵を描きます。自分じゃないけど、<laughs> コンピューターに指令をして絵を描きますっていうね、あの体験イベントやりますんで、来週授業どんな様子だったかっていうのをね、報告したいなと思います。はーい。 では、えー、また来週でございますね。どうもありがとうございました。YouTube から視聴していただいた方もね、ありがとうございました。それでは、また来週、えー。残りの時間も一日楽しく過ごしてください。では、またねー。